久保さん。今回は、えー、っとね、どれだっけなこれ面白い。これはうまいなと思うんですけど、女子は月経で支配され、男子は月給で支配されると。日本のジャーナリスト、作家、評論家、長谷川、長谷川女前官、女前官、すごい名前だな。これすごいですね。月経、まあ、生理ですよね。女、女性は、男には生理ないですからね。毎月来ますからね、生理ね。 これは面白いなって思いますね語。語呂合わせがお上手だなと。うん。まあでもね、まあ久保さんと僕なんかは月給がないので、まあ月給に支配はされてないというか、月給がそもそもないのであれなんですけど、まあ一般の人たちは、やっぱサラリーマンやってる人は、あ給料日。ああ、もうちょっと給料日だみたいな話ですよね。僕なんかね、ないですからね、給料。まあ給料ないんで。 給料日も大したないですからね。まあ、給料日というか、もう毎週一応給料日というか、うーん、まあ、売り上げが毎月毎、毎週、金曜日入ってくるんですよね。あの、クレジットカードの売上分が、毎、金曜日に振り込まれるんですけど、そう、なんかな、ストライプ使ってるんですけど、ストライプが、なんか、前までは JCB は、なんか、 JCB って日本のクレジットカードなんですけど、なんかその JCB は1ヶ月後の入金みたいだったんですよ、前は。で、JCB も対応したけれども、入金は1ヶ月後みたいな。だけど、直近1、2ヶ月だった、1ヶ月ぐらいの、で、なんかメール来て、JCB も4日で、最短4日で振り込めるようになりました、みたいな。マジかみたいなね。すごいな、みたいな。ストライプやるやん、みたいな。ありがとう、みたいなね。 早いっすよね。4日。だからその、最短4日ぐらいの、あれなんですよ。ストライプ。4日、5日の。だからまあ、1週間ごとその、決め、自動で決められるんですけど。僕はまあ、金曜日にしてるんですけどね。うん。素晴らしい。うん、まあ、実はね、この動画撮る前に、あの、1個動画撮ってたんですけど、なんか録画してなくて、 録画してなかったんですよねなんで同じ話するのもなんだかなと思ってこの、まあ、ちょっとテーマにしたんですけど語呂が面白かったんでうんまあちょっとね前回のねまあ撮影できてなかったやつをするとお金で愛を買うことはできないけど交渉の立場は改善するとクリストファー・マー・ロンさんっていう人,人のあれなんですけどこれねすごい面白いくてまあ今までそのお金で 愛を買うことはできないと僕は思ってた部分があるんだけれども、うん、いや、果たしてそうかなという出来事がありまして、それが何かっていうと、まあ、先輩の話で、先輩が婚活行って、その婚活行った時の話が非常に面白くて、まあ、先輩は、あの、建築の、建築やってんですよ。で、現場ですね、土方。で、友達に誘われて婚活パーティー行ったらしいんですけど、 あのまあ、婚活パーティーではねお,しょお職業は何やられてるんですかっていうまあ話になるわけですよで先輩が聞かれて「いやあ現場あの建築です」と「あ建築なんですね」「ちなみに」みたいなね「ちなみにどこ建築のどこなんですか」みたいな「あ現場です」みたいな「現場ですか現場って言った瞬間さーって消えてくっていうね <laughs> そ,その先輩の話し方が超面白くて あのすごい笑い話にしてたんですけど、うんうん、結婚って愛を誓う場所じゃないですかで愛を誓う場所なんだけど年収で判断されるっていうね <laughs> だからこの交渉お金で愛を買うことはできないけど交渉の立場は改善するっていう、うん、まあだから僕から言うとお金で愛を買うこともできるけど交渉も改善させることができるよっていううん まあ、あとはまあ、ね、愛があったとしても、うんえー、結婚式場で愛を誓ったとしても、あの、ですか、えー、離婚する人もいるわけじゃないですか。全員が、その愛がずっと続くわけではなくて、30%ぐらいは、まあ、離,離婚率何なんだ離婚率、日本。 日本の離婚率は統計で。あ、日本の離婚率、3組に1人が離婚している。本当か。あ、日本の夫婦離婚率35%。トップの都道府県は46%。まあまあ30%ぐらいは出てるでしょうね。うん。まあこれまあデータ、 なななんんんかか出ててますすで見いいいいただけけばいいんじゃないかなと思うんですけどだから僕はね、その愛はね、まあ、その、まあ、ちょっと撮影できてなかったですけど、僕は愛はね、氷なんじゃないかなと。愛とは氷であると。え、吉田さん、氷って冷たいじゃないですかみたいな話なんだけど、あの氷ってその同じ場所、例えば冷蔵庫とかに、えー、置いとけば氷って溶けないじゃないですか、冷蔵庫にあるんだから。 もし冷蔵庫で氷が溶けるんだったら、その冷蔵庫壊れてますよね <laughs>。だから、そこの場所に留まるんであるならば、寒いところに留まるんだったら氷は固いままであると。だけど、それが移動して外に出ます。暖かいところに行きます。徐々に氷は溶けていくと。愛っていうのも、時間が経つにつれて、その人の考え方とか、お互いのすれ違いだったりとか。で その元はここにあったんだけど、徐々にこう離れていくと。気持ちがね。気持ちが離れていくから、愛も解けていくと。で、最終的に完全に解けるみたいなね。だけど、これも面白いのがあって、前、探偵ナイトスクープっていう番組が、今もやってると思うんですけど、松本さんに代わって。で、それでなんかその、結婚のなんかそのインタビューをしてるなんかやつがあって、で、なんで離婚しないんですかみたいな。なんで結婚続いてるんですかみたいななんかあって。 まあ結構な割合で、その、なんだ、旦那のまあ収入、経済、経済的な部分みたいな感じですよね。じゃあ離婚して、まあ気持ちはちょっともうないけども、やっぱ離婚できない理由としてはやっぱ経済的な。熟年離婚のテーマだったかな。まあ今、熟年離婚も結構多いらしいんですけど、要はその、なんで離婚しないのかっていうと、その、なんだ、そのお金ですよね。お金の部分ですよね。じゃこれを、まあもし経済力があれば、まあ普通にね、もう何もないわけですから。 うん離婚してますよね。旦那より稼ぎ、稼いでますみたいなね <laughs> うん。だからまあうん、気持ちは移動したとしても、まあこれなんか交渉、交渉というかね、うんなんだろうな、気持ちは移動してたとしても、お金がないと、そこの場所にとどまるしかないと。なぜならば経済的な部分でっていうところで。でも逆に言うと、お金があると、経済的なあ部分は自立できるので、一人でね。 旦那の給料がなくても。だから、何ですかあの、交渉することができますよね。もう、もう離婚してみたいな。てか、え、まだ20万なのみたいな。私100万稼いでんだけど、みたいな。もうあなたにお金あげるのも私嫌です、みたいなね <laughs> あなたを養,養っていき言いたくありません、みたいなね <laughs> ちょ、離婚して、みたいな。私100万稼いでます、みたいな、ね。 そう、だから、なんだろうな。まあ、これ全員じゃないんですけども、この女子は月経で支配され、男子は月給で支配されてると。実を言うと、女子は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 男子の、あ、妻は夫の、妻は夫の給料に支配され、夫も 給料に支配これはまあこのすいません話を戻すと長谷川さんの女子は月経で支配され男子は月経で支配,月給で支配されていると月経と月給なんだけどもえ、えー、妻はあ夫の月給に支配され夫も月給に支配されているっていうこれいいんじゃないか <laughs> まあ全員じゃないと思いますけど まあ、ということで、あの、お金はね、稼げるようになった方がいいと思いますんで、稼いでいきましょう。ただ、あの、お金も大事ですし、お金は必要なんだけども、まあ、手塚治虫さんの言うように、まあ、お金が目的になるというか、なんかその、仕事してて楽しいっていうところですよね。うん、なんかし仕事、だから僕なんかも、あの、動画撮らせてくれって感じですよね。まとりあえず動画撮らせてくれみたいなね。<laughs> そう,う。とりあえずぼやくみたいなね。 なんかその、お金ももちろん必要なんだけども、何かその生き、生きる、何かその指針というか、ん、なんかその、面白みというか。だから手塚治虫さんは多分、自分の仕事が人生、自分の仕事が自分みたいな感じだったんじゃないかなと思いますね。まあ僕もそこまでは言ってないかもしれないですけど、そこの、あれになってる部分はありますよね。もちろんお金は必要なんで、まあお金の、 ために商品を売るとかね。そういうことももちろんやります。やるんだけども、それ以外の部分もあるし。まあやってて楽しいですし。まあもちろん楽しくない時もありますけどね。うん。そう。あとはなですかね。うん。なんか言おうとしてましたけど、なんか忘れちゃったな。うーん。 手塚さん、うん、だか一番ベストはまあ,あそうそう,そう言おうとしてたのはこれですわあのまあ堀江さんにね僕が質問した時にそれ聞いて意味あんのみたいなねそ聞いて意味あんのみたいなねまあ言われたわけなんですけどまあその堀江さんの最新の本かなちょ,っとちょっと最新の本がバージョンアップしてるかもしれないですけど なんかその,さその最新の本でね、まあその講演でも、講演に参加して、まあ、もらったんですけど、その本もね。で、その本の最後に哲学とかはね、俺には興味ないと。うん。だけど、結局、堀井さんっていっぱい本出してるんだけど、哲学に興味ないんだけど、堀井さんの考え方を売ってるんですよね <laughs>。堀井さんの考え方じゃないですか <laughs>。売ってるっていうね <laughs>。生き方、考え方もね <laughs>。 いやだから哲学には興味ないという考え方を売ってるというかね。う。うんううん。なんかまあ面白いですよね。まあだから、見方を変えたり、いろんな側面で物事を見ると、なんか面白いなと思いますね。本当に。うん。だからまあ、お金で愛は買,え買うことはできないっていう言葉はあって、これが結構一人り人足りしていて、ごもっともそうだよなっていう風な、 なんか一種の洗脳というか思考停止というか逆,逆に言うと本当にお金で合う愛を買うことはできないのかっていう考えるっていうことを停止させてしまうその言葉はお金で愛を買うことはできないよって言ってしまうとそ,そこに洗脳されると本当に果たしてそうだろうかっていう考え方が生まれないですよねうんだから僕もまああのまあ最近ですけどねまあ勉強していろんな体験して うーん違う部分もあるんじゃないかなっていう風に考えられるようになりましたよね。うんまあ、この言葉はね、語もっともだし、なんか納得感がある言葉なんですよ。お金が全てじゃないよとお。お金で愛なんか買えないしみたいな。お金で買えないものはあるよと。果たしてそうかと。全部金で買えんじゃないかみたいなね <laughs>。だからこれはね、両方持ってるといいですよね。まあ、もちろんそういう部分もあるだろうし。 だけど、でもその部分は実はお金がないとその部分を担保できなかったりとかね。愛はあるんだけど、久保さんで言うたら、山く君に対しての愛は非常にあると。ね。非常に愛はある。愛はあると。この愛は世界一だと。山く君を思う気持ちは俺は世界一だと。だけど、経済力がなくて、山く君に飯を食わせる金がないと。まあ、極論言ってしまうと、愛はあるけど、餓死させると。 僕はでも愛があったと。弁論できますかっていう。いや、愛、愛情はありましたと。<laughs> 愛はありましたと。でも、ただ、金がなかっただけですと。だから、この子を飢え死にさせた理由は、愛はあったんだけど、愛はあったと。単純にお金がなかったんだと。で、お金がない理由は、今、日本のせいだと。<laughs> 俺がお金ない理由は、いや、就職活動もしましたと。就職も活動もしたけど、この年齢で誰も宿ってくれませんと。 日本の風潮が悪いんだと。年、ね、取るともう雇用しないその。それが悪いんだと。俺は大和君に愛があったと。みたいな。なんかね。<laughs> なんかね。うん、うまあ、これはね、あのー、面白いですね。考えれば考えるほど。いろんな側面で考えると面白いですね。 あまあ、だからね、僕はお金の話をずっとしてきて、お金のコンテンツをこう扱ってきて思うのが、やっぱそのお金に対してのその思想考え方、深い考え方というか、まあやっぱ思考停止してるので、うん、そこはやっぱ考えてった方がいいなとは思いますね。だから今回のテーマは良かったっすよね。なんかその、偉人の名言ですよね。偉人の名言。<laughs> いろんな人のなんか、 まあ今僕はお金で調べてお金の関するはあの言葉をこう、あ、こんな言葉もあるんだっていう僕自身もなんかね、調べなかったらこんな知らない、久保さんもね知らない人いるだろうし僕も知らない人を聞くんで、まあ最初はなんか聞いたような人の名前だけどもう出つく、出尽くすと知らない人を探すしかねえみたいな。<laughs> これなかなか面白いですね、この。う はい。ということで、今回は、評論家、作家、長谷川女前館。すごい名前だけど知らないっていうね。<laughs> 長谷川女前館ってすごい名前ですよね、これね。長谷川女前館。あ、すごい名前だな。すごい。あ,あ、すごい。死亡日が、死亡日が1969年11月11日。 はい、死亡日は11月11日ちょっと待って <laughs>、はい、えー、っとこの <laughs> すいません、ね、面白かったね面白いというかねあれかもしれないですけどすみませんあの長谷川の女前館が死んだ日11月11日に与沢翼は生まれてます <laughs> 長谷川女前館が死んだ日与沢翼が誕生してますね11月11日 <laughs> うん いってらっしゃい。